ワックの好きな曲で打順講座にサブレージェがそうです。お、どうもアカデです。はい、ということで、まあ、僕らはビッシュ、ビス、ギャングパレード、エンパイア曲をお好きで聴いてると。そのね、グループの中でも特にこの好きな曲でちょっと打線組めるんじゃないかなと確かに思いまして、1から9番この好きな曲のね、ラインナップを決めていこうじゃないかと。キュービスはどうなんですか？ OK としますね。ビリーアイドルはなし。そうですね、ビリーアイドルなしで、ね、キュービスは OK と考えていきましょう、各自。いや、これマジゲだなマジゲ。このラインナップで趣味思考が結構わかると思うんですよ。なかなかね、これやべえよ。え、ゴミゴミムズムズじゃないこれ。ゴミゴミムズ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 よ何番ぐらいですか？え、俺まだ1番しか書きますね。え、結構いい。俺4番っすね。めっちゃいくやん。オッケー、できました。お、早っ。まだ俺7、8、9いる。下位打線が。じゃあ1人だけ代打入れてもいいじゃないですか。代打入れる、代打入れる。代打の切り札。代打入れる。代打の切り札。代打の切り札。はい。かぁーうわぁ、やばい。待ってくれよ。うわぁ、やべぇ。オッケー、決まった。お、よし。僕のワックの好きな曲の打順こちらです。ドン。1番、プロミス・ザ・スター・ビッシュ。おー、はい。2番ビスの PPCC。 おー、3番、エンパイアのピアス。はい。4番、ビッシュのマイランドスケープ。はい。5番ギャングパレードのキャントストップ。はい。6番、エンパイアのマッドラブ。はい。7番、ギャングパレードのギャング2。はい。8番ビスのファイナルダンス。はい。9番、エンパイアのエンパイアオリジナルス。代打の切り札、ビスのソーシャリズムです。おー、かなりまんべんなくいったなって感じがするんですけども、バックっていう存在を知ったのがやっぱりビッシュ、はいはい、でかつプロミス・ザ・スターが導入口ということで、やっぱりこれは1番に置くべきなのかなっていう感じですね。2番はトップに浸かるっていうそのきっかけとなったのは、PPCC にハマってっから、いろんなアーティストをなんかこう触れに行ったのかなっていうところ。はいはいはい。エンパイアのピアスは正直この曲でエンパイアにどっぷり使ったし、はいはいはい、この曲がなければ今どっぷり使ってるのもないのかなみたいなところで3番に置かせていただきましたね。でも4番はマイランドスケープ、ビッシュをもう本当にめちゃくちゃ好きでになったのはこの曲が1番なのかなっていうところで、うん、ワックの曲の中でっていうのだと4番に入るのかな。5番キャントストップ、なんか一生飽きないから5番なのかなっていうところです。まあ6番、エンパイアのマットラブ、曲がめちゃくちゃ好きだなっていうところで、うん、まあ6番に置きましたね。多分今画面にマットラブおじさんなかったこれですかで7番ギャング2、ギャングパレードの、まあギャンパレだとこの曲が一番かっこいいなっていうところで、8番ファイナルダンス、はい、まあこの曲はもうなんていうんですかね、エモさに気づかせてくれたというか、曲の、まあ、これはもうね、うん、凶悪ですから。そうですね、やっぱりミュージックビデオもめちゃくちゃいいし、まあ、あの曲だけでそのキュービスの歴史に触れられるっていうのがとてもなく曲の力としてすごいなっていうところですね。9番がエンパイアオリジナルスと、ワックの中ってら今はエンパイアが一番好きなので、まあ、特にあのマイエンパイアさん のサビの終わりのロングトーンのところが、うん、もうライブの映像とかでめちゃくちゃ好きで、で、まあ、代打の切り札、ビスのソーシャリズム、あ、この曲もめちゃくちゃかっこいいなって感じですね。第2期ビスっていうんですかね、言うなればメンバーもしかり、曲もしかり、サウンドの感じも一番好きだなっていうところで、うん、最後、代打の切り札として ね、入れさせていただきました。以上です、僕の授業は。はい、も全然被ってない。あ、マジでマジか。あ、そうなんだ。ちょうどいいかも、動画的に。そうね。うん、僕の、はい、ワックの曲、打順。はい。ちょっと、チート使っちゃったかもしれないけど、もしかしたら1個。チート？うん。1番、やっぱビスナーブ。なあ、そうか、ナーブね、はいはいはい、2番、ビス、マイアイ、マイアイ、はいはい、3番、ビス、ファイナルダンス、はいはいはい、4番、ビス、ディプロミス、ディプロミス、5番、エンパイア、ピアス、おお、6番、ビス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 、で7番、ビッシュ、ビューティフルさ、はあはあはあ、8番、ビス、DIE、はいはいはい、9番、セイントセックス、バックイズバック、あー、やったわで、ダイナルカイスの中
ギャングパレードのギャングパレード。おお。まあ一番のナーブはやっぱりなんか上がるし、またこの曲めっちゃ好きだし、そうね、あって結構さビスがさナーブ1曲目とかって多いよ、ね、ライブとかで、なんかワックの釈迦みたいなふうに言われてるじゃないですか。なんかもうこれはもう色褪せない。で2番がマイアイなんですけど、実はこの曲だけすげえ前からし。あ、そうなんだ。全裸ミュージックビデオの曲で、なんかその特集を偶然見たんですよ。で、そのナーブとかよく前から知ってて、はい、その歴史みたいな部分もあって、ちょっと2番の渋さがちょっと確かにね、あるかなって、うんうんうん、でもね、一番好きな曲かもしれないって感じなんですよ、俺的にこの2曲のどっちかだって、ナーブとマイアイ。で、3番はファイナルダンス、まあ、最強です。確かにそう、うん、で4番がディプロミスなんですよ、ビスの。ディプロミスか。ここ3、4番で、だからその第1期ビスのこのラストで、うん、で第2期ビスの7人体制ラストの曲っていうので、うん、ちょっとこうかぶせてる。なるほどね。やっぱディプロミスの好きなところが俺、神谷崎さんのパートが多くて、あの力強い歌声がすごいいいなっていう、うん、3、4番って続くのが重要かなって部分で、で5番ピアス、モモランドさんみたいにこう、うん、飛んでしまったりとかってする脱退もあって、そうね、うん、そういう人たちの場合っていうのは卒業公演とかないじゃないですか。そうですね。でこの3曲は全部あるんですよ。そっか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 。まあファイナルダンスは6人の、ね、キュービスで、であのディプロミスは神谷崎さんとプーリーさんの最後の曲で、うん、でピアスはもちろんね、横浜ベイホールのね、そうですね、めちゃくちゃ感動的な24時間イベントがあったと思うんですよ、うん、そうですね、ユーガエンパイスのラストで、そうですね、で部分でちょっとこれをクリーンアップで固めさせていただきましたね。なるほどね。そうコンセプトがあるのか。そうそう。で、6番がビスビスで、こう相手のこのここに来て始まりの曲なんで、うん、あ、なるほどね。なんか6番って第2の1番みたいな風に言われるじゃないですか。ね、5番で一回切ってみたいな。ドハマりはあんましてなくて、うん、もうなんかずっと持続的に聴いてるって感じなんですよ、ビスビスは。じんわりじんわりじんわり。そうそうそう。いいなーって感じな。いいなーって感じ。で、7番がビッシュのビューティフルさ。うん、まあビッシュで一番好きな曲なんですよね。好きだって言ってたよね。そうそうそう、あとやっぱ生でね、あの横浜アリーナで見たのもあったし、うん、ね、まあ岸本歌詞がいいなっていうのも、うんうん、8番があの迷った挙句の DI なんですけど、ほうほうほう、まあ、この曲はねシンプルに曲が好きだなっていう。なるほど。その公式で出てる映像としてこの曲がね、あのてんてんこさんと神谷崎さんとファーストさんおいこさんの、まあ言っちゃえばデビュー作というお披露目なんですけど、そのライブ映像がねあるんですけど、ファーストさんおいこさんがね、もうバゲモンなんですよ。鮮烈なデビューは。もうありえないですよ。もうすごいんですよ。9番はなんかもうちょっとチートなんですけど、セイントセックスのバックイズハック。いやーこれは恐怖の9番だわ。そうですね。ボカチカ。ボカチカ。いやまあこれは本当にもう最強なんで。そうだったわ。そのやっぱなんだかんだキュービスって強いじゃないですか。うん、でやっぱそのこれはでも、もうキュービスに勝てるんじゃないかなってぐらいの凄さだと思うんですよ、センチックスっていうのは。やっぱその、現環境最強を揃えたじゃないですか、うんうん、あれは確実に。オールスターね。そう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 。そう忘れてた。そうですね。概念として、あ、それあったわーだわ。ちょっとこれはでも、ワックとしては、やっぱり、ワックイズハックって部分でちょっと入れたかった。で、大田の神さんがギャングパレードのギャングパレード。ギャングパレードのギャングパレードか。なるほどね。ギャングパレードいろいろ聞いてきて、まあ、ラストとかめちゃくちゃ好きだし、と思うんだけど、なんだかんだね、この曲ですね、ずっと。俺、あやくり好きなんだな、やっぱ。あー、なるほどね。うん、そっかそっか、そういうのもあるね。そうですね。あの人がいたこの曲がいいっていうのは全然あると思うわ、うん、やっぱギャングパレードのギャングパレードって曲はトレード期間で、うん、あのアイドプリンスさんが結構こうメインを張ってる曲なんですけど、うん、一番のサビのところとかめちゃくちゃ好きなんですよ、うん、この曲はやっぱりこう重厚じゃないですか、はいはい、俺の結構好みな曲っていうか、あーサウンド、そう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 、はい、でちなみになんですけど、あの神谷崎さんがアイドプリンスさんのパート歌ってるバージョンもめちゃめちゃ好きです。まあ、10曲ですけども、うん、しっかり色が各個性が出て、そうですね、いや逆に良かったですね、その、うん、ガンかぶりしてなくて、そうだね、うん、まあてな感じで僕らの、まあ、好きな曲はね、はい、まあ、ざっとこの10曲かなっていう感じですね、お互い、はい、まあどの曲もマジでめちゃくちゃいいんでね。いやそうですね、うん、特に2人がかぶってるピアスとファイナルダンスはもう余計にいいかな。いやそうだね、今回は語らせていただきました、はい、終わりとなります。はい、じゃあそこで全体更新。